ニーハオ、テンサン TV です。細井健作と申します。今日7月7日、もうあともうちょっとしたら7月8日になるんですけど、2022年のね、台湾の方で、トラベラーズノート公式ガイドブックの台湾版、中文版がね、台湾で発売されたということで、おめでとうございます。ということで、僕がね、載せていただいているトラベラーズノート公式ガイドブック、これに僕ちょっとね少し載せていただいてるんですが、僕ちょっとね日本語しかわからないので、皆さん言葉がねわかるかどうかわかんないですけど、ここですね、ここに載せていただいてます。で、今日から発売された台湾版でもね、僕が話してインタビューを答えたことが、まあ、中文版っていうんですか、台湾の言葉だったり中国の言葉とかでわかる言葉で掲載されてるってことなので、僕の言ってる言葉がねわかると嬉しいんですけど、やっとねこのお祝いを記念して、ずいぶん前に友達に送っていただいた去年のね、トラベラーズノートの限定の台湾ビールとトラベラーズノートのね、コラボレーションのビールをね、早速、よいしょ。はい。乾杯ということで。ああ。僕、普段はあんまりビール飲まないんですけど、まあ、いろんな国の方がね、読める形で発売されるってことで、次は英語版が出たらね嬉しいんですけど、なんかちょっと僕は全然この中に載ってる中ではそんなにすごいインスタグラムとか YouTube とかにねフォロワー数がいっぱいいるわけじゃないんですけど、あのトラベラーズノートのね、プロフェッショナルユーザーとしても載せていただいたりとか、本当に2011年からトラベラーズノート始めて、いろいろと台湾行ったり韓国行ったり、マレーシア行ったり香港行ったりとかね、いろいろしてるんですけど、今年は、初めてドバイとねスペインに行くんですけど、いろいろとアジアの旅をやってます。で、この中にいろいろと紹介していただいてる本はほとんどが台湾と香港の旅のページをご紹介していただいてます。で、これが僕のそのページにね載せていただいてるトラベラーズノートです。これの中文版が出るってことでは僕本当にワクワクしてて、もう台湾、まあ、韓国ね、香港、マレーシア、いろいろとアジアの国で好きなところがいっぱいあるんですけど、なんだろう、この自分の載ってる本が外国の言葉になる、僕日本語しかわからないので、なんかそのすごいエキサイティングな、もうなんかファンタスティックな、ワクワクドキドキする感じなんですよね。なんかこの、今インターネットでメールでポンタイタだったりとか、Facebook だとか YouTube とか Instagram とかで、何でもこうデジタルで、お話できる時代にはなってきてるんですけど、もう紙の本で
しかも外国の言葉になって発売されるっていうのはなんかね、すごい不思議な、なんだろう、ドキドキする感覚っていうんですかね。このなかなかこれは経験したことがある人しかわからないんですけど、まあ、できればね、コロナでなければ、現地に行って製品書店とかそういうところで自分が載ってる書籍を買うっていうこともね、やってみたいなと思ってたんですけど、なかなかコロナでまだ今年は台湾の方には行けませんが、ぜひ、台湾の皆さん、そして世界中のトラベラーズノート、ファノミさん、この本を新しいね、まだ僕は中文版手に入れてませんけど、中文版を手に入れて、ぜひ、トラベラーズノートをさらに、楽しんでいただけたら幸いです。ということで、今回、トラベラーズノート公式ガイドブック、中文版台湾で発売おめでとうございます。ということで、またいつかね、どこかでお会いできたら嬉しいなと思うので、皆さんよろしくお願いします。それでは、ケンタTVでした。言葉わかんないかもしれないですけど、なんか気持ちを感じ取っていただけたら、すごい幸いです。それでは、ケンタTVでした。またどこかで、台湾で、日本でお会いできたら幸いです。ケンタTVでした。ということで、私はこのトラベラーズノートの Facebook の方で、トラベラーズノートジャパンユーザーグループっていうのを管理したりとか、あとトラベラーズノートハリハリ会っていう名前で、まあね、最近ちょっとまだワークショップできませんけど、東急ハンズさんの方でワークショップやったりとか、あとまあトラベラーズカンパニーさんのホームページの方で、トラベラーズノート、プロフェッショナルユーザーだったところで細い検索っていう名前でね、載せていただいたりとか、あとまあトラベラーズのノートの公式ガイドの方で、ケンさん TV 細い検索ということでご紹介させていただいてます。僕と台湾。